フレットナーローター師団はアメリカ陸軍の正式にはならなかった弾薬である。フレットナーローター師団はアメリカの生物兵器の師団である。これは量産に移行しなかった。本弾薬はマグナス効果を利用した直立形状のフレットナーローターを元にしており、気流の中で本体が回転すると推進力が働く。これは1960年代。 アメリカ合衆国生物兵器計画の末期に開発された。フレットナー・ローター生物兵器師団は1960年代にアメリカ陸軍により試験生産されたクラスター爆弾の師団である。この頃にはアメリカの生物兵器計画は周期に近かった。この兵器が正式化や量産されたことはなかった。微生物学者。 生物兵器設計者であるウィリアム C ・パトリック3世の1995年の発言ではフレットナーローターはおそらく微生物散布のためのより良好な装置の一種だった。フレットナーローターは長さ7インチで翼がついている。液体もしくは乾燥状態の病原体を運ぶことができ、ミサイルの弾頭やクラスター爆弾、ディスペンサーなどの子壇として使用できるよう。 設計されている。目標地域へ飛翔する際、フィンもしくは翼は遠心力によって転調するよう設計されており、手段を安定させる。フレットナーローターの滑空角度は44度である。フレットナーローターは短期の B-52 が2万平方キロメートルの領域を病原菌で覆うことを可能とした。フレットナーローターは、お素動散布技術進化を利用した。 このタイプの進管は2種の機能を持つ。第一の機能は特定の環境条件にあった時やいじられた際に内蔵式の進管がガス排出システムを作動させられることである。またこの DADT 進管はもし手段が設計通りに病原体を振りまくことに失敗した時3日後に自爆する。自爆機構を組み込んだ進管は 通常の新刊よりもかなり高価なものである。ありがとうございます。